ダンテ・アリギエーリ、ダンテ・アリギエーリ、イタリア語、ダンテ・アリーグ・ジェリー、1265年から1321年9月14日は、イタリア都市国家フィレンツェ出身の詩人、哲学者、政治家。ダンテの代表作は古代ローマの詩人ウェルギリウスと、共に、地獄、インフェルノ、煉獄、パーガトリオ、天国、パラジソ、を旅する、テルツアリーマで構成される、女児詩。 新曲、ラディヴァイナ・コンメディアであり、他に、詩文集、新生、エルエウィタン・ウォーバがある。イタリア文学最大の詩人で、大きな影響を与えたとされるルネサンス文化の先駆者と位置づけられている。1265年、イタリア中部にある、トスカーナ地方のフィレンツェで、金融業を営む、強硬派、ゲルフの小貴族の父アリギエロディ・ベッリン長寧、アリゴイエロ、 アリー・グアロとも D.I. ベリンスヨネとその妻ベッタ、ベラの息子として生まれた。ダンテの先祖には神聖ローマ皇帝であった、コンラート三世に仕え、第二回十字軍に参加して1148年に、イスラム教徒と戦い、戦死した祖祖父、1091年から1148年頃、がいることは、新極天国編第十五課の、第133行から第135行で、 明らかになる。ダンテは、生後、聖女版に洗礼堂で洗礼を受け、永続するものの意味を持つドゥランテ・アリギエーリ、ズランテ・アリーグ・ジェリーと名付けられた。なお、ダンテ、ダンテは、ドゥランテの慣習的短縮系である。ダンテの正確な誕生日は明らかではないが、新曲天国編、第22課の、第109行から第117行の中に、その手がかりが見られる。 この記述によると、ダンテがトスカーナに生を受けたのは、すべての生命の父たる太陽が、王道十二宮の金牛宮に続く、双子宮の元にかかっていた間ということがわかる。すなわち、双子宮のダンテの誕生日は、1265年の5月半ばから6月半ばに、かけての間と考えられている。少年時代のダンテについての確たる記録は乏しく、 どのような成長過程を送ってきたかは定かではない。修道院で見習い修道士として修行してきたとも、没落貴族の指定として、世俗の中で育ってきたとも言われており、諸説は一致を見ない。多くのダンテの伝記は、ダンテ自身の作品である、神聖や新曲の記述に頼っており、青年月日すら私分からの推定による他ないのである。だが、 少なくとも成長の過程で、ラテン語の古典文法や、修士学、哲学などを学んできたと思われる。ダンテが、最も敬愛する詩として、新曲に登場させているのは、法典を表した、イタリアの哲学者、政治家のである。ダンテはおそらく18歳の頃に、ラティーニから修士学や、論理学などを学んだされており、新曲地獄編第15課で、断食の戸がゆえに、 演熱地獄に廃しながらも、人間が生きる道を教えてくれた旧詩に対する警望を忘れていない。また、ダンテは古代ローマの詩人、ベルギリウスやマルクス・アンナエウス、ルカヌス、ホラティウス、オイエディウスから、文体の探求の過程により、ラテン文学の教養を身につけ、マルクス・トゥッウス・キケロ・ヤルキウス・アンナエウス・セネカからは、倫理学を学んだ。そして、ダンテは、 フィレンツェの詩人で、ダンテの友人であったから、大きな感化を受け、精神体と呼ばれる詩風を作り上げた。ダンテは、修道院が経営する、ラテン語学校やラティーニから学んだ後に、ボローニャ大学に入学し、哲学や法律学、修辞学、天文学などを研究した。カバルカンティともボローニャ大学で知り合い、カバルカンティにより試作する意欲をもらったとされる。 ダンテを代表する最初の詩文作品、申請によれば、1274年5月1日に、催された春の祭りカレンディマジョ、カランドマジオの中で、ダンテは同い年の少女に出会い、魂を奪われるかのような感動を覚えたという。この時、ダンテは救済であった。それから9年の時を経て、 共に十八歳になったダンテとベアトリーチェは、聖ト鳥にタばしのたもとで再会した。その時ベアトリーチェはえしゃくしてすれ違ったのみで、一言の会話も交わさなかったが、以来ダンテはベアトリーチェに熱病に侵されたように、恋焦がれた。しかしこの恋心を他人に悟られないように、別の二人の女性にあてて、取り留めのない歌数編作る。その結果、ダンテの周囲には、いろいろな風説が流れ、 感情を害したベアトリーチェは挨拶すら拒むようになった。こうしてダンテは深い失望のうちに時を過ごした。1285年頃にダンテは巨根のと結婚した。二人の間に差したる交流もないまま、ベアトリーチェもある銀行家につぎ、数人の子供を設けて1290年に24歳で病死した。彼女の死を知ったダンテは狂乱状態に陥り、 キケロやボエテウスなどの古典を読みふけて、心の痛手を癒そうとした。そして生涯をかけて、ベアトリーチェを詩の中に永遠の存在として賛美していくことを誓い、生前の彼女のことを歌った詩をまとめて、神聖を表した。その後、生涯をかけて、新曲3編を執筆し、この中でベアトリーチェを天国に出して、主人公ダンテを助ける永遠の祝女として描いた。 13世紀当時の北部イタリアは、ローマ教皇庁の勢力と神聖ローマ帝国の勢力が対立し、各自治都市は、グエルフィ島、教皇派とギベリーニ島、皇帝派に分かれて、反目し合っていた。フィレンツェは、グエルフィ島に属しており、ダンテもグエルフィ島員として、フィレンツェの姿勢に参画していくようになった。1289年には、カンパルディーノの合戦にて、 両党の軍勢が派遣を争い、血みどろの戦いを繰り広げた。この時ダンテもグエルフィ党の騎兵隊の一員として参加している。その体験は新極地獄編第22課の中に生かされており、凄まじい戦闘の光景が地獄の鬼と重ねられている。グエルフィ党はこの合戦で辛くも勝利を収めたが、内部対立から真二つに割れてしまった。強硬派の中でも、 フィレンツェの自立政策を掲げる富裕市民層からなる、白党と、強行に強く結びつこうとする、封建貴族支持の黒党に、分裂、両党派が対立したのである。小貴族の家柄であるダンテは白党に所属し、後に百人委員会などの要職に就くようになった。当初姿勢の政権を握ったのは白党で、1300年には、白党の最高行政機関、 プリオラートを構成する三人の統領、プリオーレが選出され、ダンテもこの一人に任命された。しかし、同時に黒党と白党の対立が激化して、その翌年、1301年には黒党が政変を起こして実権を握り、フィレンツェは黒党の勢力下となった。当時ダンテは教皇庁へ特使として派遣され、フィレンツェ市外にいたが、黒党の天下となったフィレンツェでは、 白党勢力に対する弾圧が始まり、幹部が追放された。ダンテも欠席裁判で強行への反逆や、公金横領の罪に問われ、死害追放と罰金の刑を宣告された。ダンテは、この判決を不服として、出頭命令に応じず、罰金を支払わなかったため、黒党から永久追放の宣告を受け、再びフィレンツェに足を踏み入れれば、噴霊に処されることになった。こうして、 ダンテの長年にわたる流浪の生活が始まった。以来、ダンテは二度と、故郷フィレンツェに足を踏み入れることはなかった。清掃に敗れて、フィレンツェを追放されたダンテは、北イタリアの各都市を流浪し、政局の天辺を隠していた。その中で方針の違いから、白党の同志ともたもを分かち、一人一党を掲げる。この体験はダンテにとって、非常に辛いものであり。 新曲中にも他人のパンのいかに苦いかを知るだろうと予言の形をとって記されている。ダンテの執筆活動はこの時から本格的に始まり、新曲や共演、俗語論、訂正論などを表していった。ダンテが新曲三編の執筆を始めたのは1307年頃で各都市の間を孤独に流浪していた時期である。新曲においてはベアトリーチェに対する 神格化とすら言えるほどの数形な賛美と自分を追放した黒党及び腐敗したフィレンツェへの通話、そして理想の訂正理念、三位一体の進学までもが込められており、ダンテ自身の波乱に満ちた人生の過程と精神的成長を表しているとも言える。特にダンテが幼少期に出会い、その後二十四歳にして養成したベアトリーチェを神聖に続いて新曲の中に さらなる賛美を込めて永遠の祝女として留めたことから、ベアトリーチェの存在は文学史上に永遠に残ることになった。新曲は地獄編、煉獄編と順次完成し、天獄編を書き始めたのは初巻から1316年頃と推定される。新曲が完成したのは死の直前1321年である。 ダンテは1318年頃からラベンナの領主のもとに身を寄せ、ようやく安住の地を得た。ダンテはラベンナに子供を呼び寄せて暮らすようになり、そこで生涯をかけた新曲の執筆に取り掛か。そして1321年に新曲の前編を完成させたが、その直後、外交施設として派遣されたベネツィアへの長旅の途上で離婚したマラリアが元で、 1321年9月13日から14日にかけての夜中に行くなった。隠ししたダンテの墓は今もラベンナにあり、サンフランチェスコ教会の近くに小さな霊廟が作られている。フィレンツェはたびたびラベンナにダンテの遺骨の返還を要求していが、ラベンナはこれに応じていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。